僕に1回でも5万円一撃5万円以上送ったことある人、ちょっと金脈って呼んでるんですけど、どうですか。おるね。じゃあこちらの列のグレーのマスクのお兄様、センターは今日もいないけど、お名前聞いても、こんにちは。男性ですよね。そうです。お名前聞いていいですか。スパチャは呼吸です。スパ呼吸ありがとう。スパチャは呼吸、イラスト屋のアイコン、はい、スパ呼吸やん。そうです。王様来た。スパチャは呼吸や。生配信ねの中でももう3本の指に入るぐらいのスパチャ強ですよね。クルーと書いて、ね、1回一撃5万円どころか78,800円を、はい、もう1回のライブで10分でなんか3回4回とか平気で投げて、なんかサブ赤からも送ってくれたりな。そうですね、はい、スパチャは友達なんか違う名前で、そうですね、忘れちゃいましたけど、いやイラスト屋のアイコンで、いや覚えてるよ、スパ呼吸会いたかったわ。ありがとうございます。何者なんかちょっと教えて。まず何歳ですか。今28です。年下。えぐいよな君。何してる人なの。まあいろいろやってるんですけど。いやいろいろ。いろいろです、ね、特にメインは医療関係ですかね。え、医療関係もやってて違うのもやってる。そうですね。違うのは何なの。まあ投資系ですかね。うわ教えてほしい。マジっすか、はい、え、投資ってあの普通の投資。そうですね、株式とか不動産とかですね。最近何伸びたん、自分の持ってるやつで。あ、まあでもマンションの家賃収入がやっぱ伸びましたかね。マンション家賃収入か、すげえな。それ月何本ぐらい入ってくんの。こう家賃収入ってことは持ってる部屋ってこと。そうですね。を貸してて、はい、最初何本で買ったん、その物件。場所にもよるんですけど。何個もある。一個じゃない。一番利益がえぐいとこは何ぼで買った。一番は横浜ですかね。横浜に何ぼ、何ぼで買った。まず、まあ、6ぐらいですかね。どれ。ちょっと待って、6どれや、どの。まあまあ6ぐらい。そうですね、どれかのグレードの6や、とにかくな。ノーで月何本入ってくるの、そこだけで。月自分の手元に残るのは450とかそのぐらいです。みんなあの人の話聞きたいよな。俺の話じゃなくてな。え、その6って俺でも用意できる6。無理か。いや、できると思います。6っすね。もう一個上ですね。スパチャは呼吸。うわ、呼吸悪なってきた。うわ、もっと上は俺ちょっと数年かかるね。そうか、まあそりゃそうやわな。400万やもんな。うわ、でもそれ失敗とかもあんねや。成功失敗も。そうですね、当たったんや。当たりましたね。それもあるし、すごいね。で、なんで俺のこと好きになってくれたの。いや、面白いから。ありがとう、はい、どういうところが。何やってる俺が面白い。何やってる。なんかこうさ、じゃあ競馬予想したりとか、毎週フリップネタ、フリップネタしたりとか、まあ人の悪口言ったりとか、漫才したり、ラジオしたり、いろいろあるやん。どれやってる俺が一番好きな。まあ、なんかいろんなところに喧嘩売ってる感じがする。あー、いろんなところに喧嘩売ってる俺が好き、はい、じゃあ一生やめんとくな。こんな不当客が言ってくれてんねんから。ありがとう。すごいね、すげえな。いやそうか、俺に何本類型で送ったか覚えてる。
でも100は行ってないと思います。うお100は行ってないぐらい。でも最近やんな、この半年ぐらい、 2,3 ヶ月ぐらいですかね。 2,3 ヶ月でまあ100行くぐらいの勢いですわ。男の太客ですごいね。でも余裕なん、そんなスパチャバーンって投げ銭して。まあダメージにはなってないぐらい。ありがとう。なんか本とか出版してない？買いたいねんけど。あーすごいね。いや会いたかったスパチャ君。ちょっとさ俺だけでええからさ、はい、ちょっと マスクちょっと取れる？顔見たいね。イケメンやん。なんなん、彼女おる？結婚してます。もしかしてお隣の女性の方？あ、違います。ごめんね、めっちゃ気まずい感じ。ごめんな、このターン終わったらなんかごめんな。あーすごいね。いや見れたわ、スパチャーコキの拍手を。ありがとう。すごい、人や。どうしたどうしたどうした、大丈夫か？京都に帰る。お疲れ、頑張れよ。ごめんな、お疲れお疲れ。新幹線、はい、急げよ。制限速度気ぃつけろよ。気ぃつけて。スパチャは呼吸との対談だけは見逃したくなかった。僕に1回でも一撃5万円以上のスーパーチャット、いわゆる金脈行為したことあるという方、どうぞ手挙げてください。あー、じゃあおるね。その奥の人行こうか、久しぶり。あの、わかります？あ、お兄さんです。お兄さんかな、お姉さんかな。メガネかけてくださいですね。5万円ですから。お名前いいですか？あ、ロバート・デニロー。ロバート・デニロー。ありがったよ。はじめまして。はじめまして。キジン、金キジンやん。なんでそんなあなた遠いんですか？もう前来てくださいよ。もう座席がすいません、不公平で。金脈してくれてんのに金脈様が最高列。ありえませんそんなの。いや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 、ちょっと待って。おロバート・デニロは、いやもうだから今シーズンではトップクラスの、まあもう石油王ですよね。なんやったら7万8800円も全然送るし、てかまあなんて言ったらいいかな、もう5万円、49,800円、5万円のスパチャをもう4回連続ぐらいでパン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 って払うのよ。その内訳がなんかこんにちはとか今日はなんちゃらです、なんかもうほんま短文で4個は5万分けて、なんやねんこいつ。ロバート・デニローね、はい、何者なのあなた。何歳ですかまず？30です。同い年じゃん。もっと大人かなと思ってました。はい。何されてる方ですか？会社やってます。社長。あ何の会社ですか？広告と人材の。あー、なんか縁ないですか？あります。おえ？いや、ないです。ないんかい。ないんかい。いやー、すごいやん。そうか、広告と人材の会社の社長。はい。なんで好きなん俺のこと。なんでそんな金送ってくれんの？仲良くなれるかなと思って。仲良くなろうよ。もちろんもちろんもちろん仲良くなるよ、当たり前じゃん。すごいね。なんか彼女と別れましたみたいな。あ、より戻しました。よかった。もしかして隣の方？そうです。よかった。いや心配やったんよ、いつも。じゃあ彼女と飯行ってくるみたいな言って、あのスパチャから消えたりとかね、あったけど、より戻したんや。はい。なんで別れるかね、こんな素敵な人と一回。説教やな。すげえな、社長でしたか、ロバート・デニロ。だって何本ぐらいも、期間はだって多分今年からですよね。今年半年ぐらいです。半年ぐらいで大体でいいんですけど、俺に何本送ってんのスパチャ。いや150、100、200いかないぐらい。200万いかへんぐらい。分かはあ、
どこ行ったんやその金そんなもらってんのか俺すげえ半年で200万やでしかも男性が仲良くなれるかもなりって言ってたんですけど なんで好きになってくれたんですか俺のこと面白いんでうわー嬉しいだからこれ聞くようにしてるんですよ金脈の人にはその俺のどの部分をおもろがってくれてますかってでその例えばわからんいろいろやってますから漫才が好きですとか、ラジオが好きですとかフリップネタが好きですまあいろんな要素ある中金脈が好きっていうやつ俺もうやめんとこうと思うねん一生な僕の何が特に好きですかうーん何ですかね、ライダース革ジャンやめんとこあもう一生着ようあそうですかえデニローも好きそういうの好きですあえめっちゃええ人やんほんですごいねいやいつえちょほんでさなんでアイコンロバート・デニーロで名前ロバート・デニーロなんいやその時パッて思いついたそうかもう素性もわからんから怖かったよいや1回の配信で25万とか送ってくんねんもん5万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 ですごいね彼女さんはうわー綺麗な方ですまたこれねなんか喋りたいことあるデニーロたっぷり喋ろうよ金脈なんだからさ、あとどのぐらいスパチャをくれば飲みに行けますかうーいやでも確かにななんか飲みに行ってもええなもうそろそろ金脈とかとねえうーん50万5億50万5億ごめんなさい付き合わせいやいやそれ機会やったらぜひねなんか企画でもしようかな金脈と飲み会みたいなしてもええよな男性多いから健全でしょうわロバート・デニーロやすげえ渋いねあまあじゃあ生配信せなあかんなエイペックスと雑談の配信やってるんですけどどっちの方が好き雑談です、ね、じゃあ雑談にするわもう永遠に永遠に雑談にしますあー金脈でしたロバート・デニーロに拍手を皆さんありがとうございますすごいわええー、人やこんにちは同い年やとはな結構渋い金脈はい1回5万円以上のスーパーチャットを送った人のこと金脈もしくは石油王って呼んでるんですけど言ってくれるかなこん中にもし金脈1回でもしたことある人いたらちょっと手挙げてもらっていいですかめっちゃおるやんめっちゃおるなどうしようかなじゃあお兄さん行きましょうかここのごめんなさいねこっちばっかりで痛いじゃあここのお兄様こんにちはこんにちはお名前いいですかもずくですあもずくありがとうもずくの写真がアイコンや文字通りなんであんな5万円くれんの金脈ですよ皆さんなんでくれんのあんなに面白いんで嬉しいだって配信お疲れ様ですとかで5万円くれるでしょそうですね結構たまにこだわりなんか毎回5万じゃないのそうですねまとめて送ってますはあ1万を5回に分けるんじゃなくて5万はい何してる人のそうです医者ですね医者いや納得のやない納得のやないよそうめっちゃ売れただもずくおったらだって5万入るもんいつもなあお医者さん何の精神科ですねあ精神科医、はい、大変じゃあそういううつ病の患者さんとか相手にしてるそうですねはいああそうかなんか喋りたいことあるそうですねもずくやん、ま、今年で仕事辞めますなんでちょっとまあ飽きたんではい医者飽きた次何しばらくは休みで、うん、何するの次、まあ、ブラ無職にしますへえ。でも貯金が減ってきてそれでまた適当に飽きたらまた働きますお隣は彼女ですかいや違いますお友達はいどう彼女は何やのいいえまだ
友達そうです、はい、おい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 いいな。何のお友達ですか？職場の人ですね。あ、お医者さんというか、まあ病院関係、医者、はい、同じです。え、辞めるの寂しないですか？寂しい？寂しいって寂しいって言ってんぞ、お前は好きなんかどうやねん、そんなんじゃないの。まあ、そじゃさんのあのちゃんぐらいと。いや、やかましいわお前なんて言うたらええねんじゃあまあまあ好きやんけ俺のあのちゃんぐらいやったら、俺可愛いって言ってんねんから。え、言われてますよ、お姉さん。どうなん？ちょ、うん、え、どうしよう。いや、全然そんなね、あれやけど、いや、私はあのちゃんが好きで粗品さんのこと好きになったんですけど。おう、じゃあ、え、どうしよう。何の話になってるあのちゃんの話になってるいやいや、そのお兄さんのもずくのことを好きなの？いや、あのちゃんがえ、あのちゃんにもスーパーちょっと送ってる送ってどういうこと？え、何の話今どんかやなもずくが、まあ何そのな、おなあ、わかるやん、お姉さんのことちょっとこう、まあまあな、まあまあこうなんかいいな、いいな、いいんちゃうかみたいな好意は、それは好意はあるでしょ、二人でこう来てるんだって言ってますけど、どう、お姉さんはお兄さんのことどう？いいと。え、ちょっと待っていいと思ってんの？え、付き合ってないの？付き合ってないです。なんで？付き合ったらいいよ。最近私離婚した。離婚したん？はあ、そうなん。そう、どうバツイチ、いや、嫌じゃない？はい、はー、ええやん。そんな理解ある人も少ないでしょうしね。ね。ちょっと もずくちょっと喋って。もう好き。はい。もう好き。はい。え？はい、付き合いたい付き合いたいそうですね、はい。いや、俺に言うんじゃなくても横見ない。俺に言われてますね。付き合いたいですね。横向いて言ったよ。 お姉さんマイク持ってもらっていいですか？まあ、ごめんなさい、こんな感じで。お返事というか、なんか言葉あれば。じゃあ、お願いします。うわうわうわ、おめでとう。すごいな、こんな。いや、ごめんな、なんかノリであれとかやったら申し訳ない。なんかそうなん。え、もう付き合った今夢あるね、すごいね、おめでとう。ハゲタコンしてください二人でね。なんか幸せやな。え、もずく嬉しい？嬉しい、最高、最高。俺離婚しとんねんボケ。もずくに拍手を。ありがとう、ごめんな、盛り上げてもらって、ごめんな。あとは二人喋ってください。他はもう一人ぐらいこの辺に。ああ、そちらの両手挙げたお兄さん、端っこですわ。じゃあ、すいません、回していただいていいですか？男性が多いね。こんにちは。こんにちは。金脈経験ありでしょ。お名前いいですか？メメホリ石田です。メメホリ石田やんけもうええわ、ルカとメメホリ石田何回や、喋んねんお前ら、もうええねん。なあ、なんやねん、元気か？元気です。あ、そう、最近どう？もうお前から喋れ。はい
喋り慣れた。まあなんか俳優っていう話題とあと包茎っていう話題と、うん、あとあ何だっけもう一個用意したよ。あれなんだっけ。俺選べんねん。あとオールスター感謝祭。オールスター感謝祭の3つの話題があって、そうっす。1個しか選ばれへんねんな。いやまあはいどうぞ。俳優と包茎とオールスター感謝祭。いやそりゃ包茎だろ。包茎喋ってよ。まあ僕めっちゃ包茎なんですけど。気持ち悪いねん。気持ち悪い。金脈他もなんか手挙げてたよねこの辺。女性、ああ白いニットのお姉様、ロングヘア。じゃあこちらに 1,2,3,4,5,6 列目ですかね。前から6列目のお姉さん、女性金脈、ちょっとじゃあ手挙げていただいていいですか。はい、じゃあお姉様にすいませんがマイクを。金脈でしょ。お名前なんでしょうか。あ、ぷくぷくです。うわ、なんやっけ。ちょっと待って、ぷくぷくや。待って、アイコンなんでしたっけ。え、ジラーチ。あ、そうや、そうや、それぷくぷくや、ジラーチやんけ。あ、男やと思ってた。ジラーチ覚えてるよ。来るたびにマサトの話をしますね。あなたが来るたびにね、マサト嫌いやったけど映画で見直したわっていうノリの人や。あいつキモかってん、マサト。ポケモンのマサトね、あのメガネのちっちゃいやつ、はるかの弟みたいな、あいつキモかったやろ性格。でもジラーチの映画見に行ったらめっちゃええやつやった。マサト、そのマサトの話を毎回する。あ、ぷくぷく何歳ですか。25歳です。25、何してる人。受付の仕事してます。受付の仕事どこの。なんか埼玉県で。埼玉の受付。いやもうそれガクトちゃんそれ。飛んで埼玉のお前観光大使みたいなこと。埼玉のもう受付、埼玉で何かあったらもうあなたに言えばいい。ガクトやんお前やってること。すごいね。え、でも結構遅れてるでしょ。あ、なんか初めなんか友達と、うん、なんか粗品になんか送ろうみたいになった時に。なんでタメ口。粗品うん、なんか間違えてスパチャじゃなくて、うん、スーパーサンクス送っちゃって、うん、でなんか配信してる時にあ間違えたと思って、うん、スパチャ送ったら、うん、なんかスーパーサンクスしてくれてたの見たよみたいな言ってくれて。すごいな俺。おう、それでなんかめっちゃ、え、そんなのも見てくれるんだと思ってすごいめっちゃハマっちゃいました。よっしゃあ、そうか、すごいね。でなんか俺のイメージ、それこそ投げ出した初期よりも直近の配信とかの方がめっちゃ投げてない？奮発しちゃってない最近。もう頑張ってますなあ。受付頑張ってくれてんねや埼玉の。嬉しいね。ぷくぷく、なんか喋りたいことありますか俺と。え、どうやったらお気にになれますか。お気に。あー、俺の太筋脈お気に。お気にやっぱなりたい。なりたい。なりたい。まっすぐですね。いいね。あ、まあそれはでも正直やっぱね、あのデニロじゃないけどやっぱりスパチャ額になってくるんじゃないですか俺はね。申し訳ないけど追加で、あとまあまあ、あいつはな、男で飲みに行けますかやったら5やったけど、まあまあ女性でしょ。7兆。7兆は、いやその振りうまいなんやねん。700万。7兆でおきに認定。ぷくぷくやん、嬉しいわ。ぷくぷくに拍手を。いやちょっとごめん、最近パッと出てこんかったけど確実に覚えてますよもちろん。